イゴールガビロンド・デル・カンポは、スペイン・サン・セバスティアン出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。レアル・ソシエダの下部組織出身。デビュー後の2シーズンはあまり起用されなかったが、次第にチームにとって重要な選手へと成長し、2003から04シーズンには33試合に出場して5得点を挙げた。レアルでは、 リーグ戦129試合に出場して13得点した。レアルとの契約が満了した2006年夏、ライバルのアスレティックビルバをに移籍した。2006から07シーズンと2007から08シーズンは計59試合に出場して7得点し、2007年4月7日、バレンシア CEF 戦で決勝点を挙げた。2008から09シーズンは出場機会が減少したが、 30歳を迎えた2009から10シーズンは再びチームに対する重要性が増し、CD テネリフェ戦で2得点、UD アルメリア戦で1得点の計算得点を挙げた。2010から11シーズンは出場機会が増え、直接フリーキックやミドルシュートなどでキャリアハイの5得点を挙げた。コパデルレイの AD アルコルコン戦でも得点した。ありがとうございます。